エッジ型に仕立てた銅品は順調に育っています。葉っぱもだいたい10枚以上開いてきました。下の方から実もつき始めています。今日はカラス対策の糸を張りました。工事用の黄色い水糸を3段張りました。カラスはイチジクの細い枝に止まることができないので地表に降りて実を取ろうとします。この糸が羽に絡むことをカラスは嫌がるので、これでカラスは近づきません。カラス対策はこれでほぼ完璧です。このあとヒヨドリの対策をしなければいけませんが、それはまた次の機会に。実も結構大きくなってきました。下から 1,2,3,4,5 ぐらいついてきました。こっちの枝も順調です。楽しみです。